Thank you.
前菜の刺身のサラダで俺はすでに確信してたね。高田さんは大したシェフだぜ。しかも魚は近海で獲れたやつだろ。スーパーの刺身とはわけが違ったぜ。おいおい寄せよバトラー、育ちがバレちまうだろうが。僕も仕事の都合で珍しいところで食事をすることもあるけど、それらと比べてもこれはかなりのものだよ。合田さんは多分その道じゃ少しは知られた人だったんじゃないかな。よくは知らねえんだけどよ、老舗ホテルでのれん分けだか派閥の分裂だかややこしいことがあってよ、そのトラブルで辞めざるを得なくなっちまったんだってさ。それでその時偶然お袋が使用人の求人を出してたわけなんだよ。世の中というのは難しいものです。しかしそのおかげでこうして今日後宮家で再び料理人として腕を振るう機会を賜ることができました。大勢の方の笑顔も嬉しいですが、お仕えすると決めた限られた方々にだけ喜んでいただくために繊細なお仕事ができるのもとても楽しいことでございます。これもすべて機会をくださった奥様のおかげです。応募のあった中で合田が一番腕が良かったからです。客観的判断に基づくもので私情はありませんので感謝には及びません。失礼いたします。それでは本日のデザートに移らせていただきます。なんだと？当たりと外れがあるのかよ。よし、俺も味見をしてやるぜ。シャノンちゃん、この酸っぱいのは何のソースだい？
何の材料を使っていると思いますか？驚きますよ。わ、全然わかんねえぜ。というか、熊沢のばあさんがそういう笑い方すると不気味でならねえぜ。で、何なんだよ、正体は。内緒ですよ、お耳を拝借。このスパイのはですね、実はお魚のサバの絞り汁ですよ。え？サバ？ほう、サバは酸っぱいよ。絞ったらこうなる。酸っぱいのはしめサバでしょ。熊沢のばあちゃん、相変わらずだな。マリアが信じちゃうだろ。冗談ですよ。今からゴーダさんがソースの正体を教えてくれますからね。それではデザートのご説明をさせていただきます。本日はご来賓の皆様が大層お気に入りでございましたバラの庭園にちなみまして、パンナコッタをローズガーデン風に仕上げてみました。散らしてございますバラの花びらは当家の庭園より先ほど採取してきたものでございます。ソースはストロベリーとローズヒップの2色の赤をご用意しました。ストロベリーの甘味とローズヒップの酸味を交互にお楽しみになってください。なお花びらは鑑賞用となっておりますので、避けてからお召し上がりくださいませ。それではどうぞお楽しみください。いかがですか、奥様。相変わらず見事です。お客様をおもてなしするに値します。恐れ入ります、奥様。
ご存知ですか？ローズヒップには頭痛に効く効果もあるそうですよ。奥様に特にお気に入りいただけるかと思い、特別にご用意させていただきました。そう、ありがとう。ほら言ったでしょ、夏姫さん。ローズヒップは頭痛に効くって。みたいね、効くといいんだけど。ああ、ゴーダさん、あんたには惚れるで。なあ、後であんたの待遇を聞かせてや。無理ならあんたの欲しい年収、指立ててくれるだけでもいいやで。あんたの腕が、この島だけで独占されとるのは、人類の食文化に対する冒涜や。その腕、わしの会社で振るって、お客の皆さんも喜ばせてみる気はないかのう。秀吉さん、うちのゴーダを引き抜かれるのですか？これは困った。ゴーダの待遇をもっと良くしないと引き抜かれてしまいそうだ。そうした方がいいわね。じゃないと引き抜かれて、三食が熊沢さんのサバ料理にされちゃうわよ。これはこれは手厳しゅうございます。すっかり根にもたれてしまいまして。それでは失礼いたします。夕食にはふるってたくさんのサバ料理をお召し上がりいただきますので、どうぞご期待くださいませね。期待してるよ。今晩はしめサバでキュッとしゃれ込みたいぜ。それは素敵ね。ついでに日本酒の美味しいのも出てこないかしら。ええー、ございますよ。六軒島名物のサバ焼酎なるものがございまして。熊沢さん、さっきはありがとうございました。なんもお礼を言われることなんてありません。さっき源氏さんが午後のシフトに変更があるとおっしゃってましたよ。確かシャノンさんは夕方までお休みがもらえたと思いました。うらやましい。え、すみません、シフト表を確認していませんでした。そうそう、オーブンでこれからちょっとサバを焼こうと思ってるんですよ。できたらお休みの前に
ちょっと手伝ってくれると嬉しいですね。はい、喜んでお手伝いさせていただきます。バトラ君、みんなで表に散歩に行かないかい？バラでも見に行ったらええ。でも天気には十分注意するんやで。空はまだ明るいが、天気予報はふるふると繰り返しちょる。うん、マリアは海がいい、海がいい。あら素敵じゃない。砂浜で遊ぶなんて普段はなかなかできないものね。そっか、よし、じゃあみんなで浜辺でも行こうぜ。行こう行こう。マリア、服を濡らさないようにするのよ。靴もよ。うん、濡らさない。素直で可愛いバトラ君、マリアちゃんの面倒ちゃんと見てあげてね。おうよ、任せろ。おう、お前もキリエに頼まれると素直で可愛いじゃねえか。たまには俺の言うことも素直に聞いてみろよ。まっぴらごめんだぜ。行こうぜみんな。ほらほら。ルドルフのところは家族仲がいいじゃないか。良いことだ。よせよ、兄貴のところには負けるぜ。そうよ、ジェシカちゃん本当に可愛らしく育ったじゃない。これも夏日姉さんの教育の賜物ね。どうも。しかし成長は早いもんやで。いつまでも子供だと思っとったが、図体はみるみるでかくなり、いつの間にか大人の仲間入りや。バトラ君なんか見違えたで。体は大きくなりましたけど、まだ子供です。うちの主人も未だに子供ですけれど。子供と大人の境ってどこなのかしらね。私未だに大人になったって自覚が持てない。情けないじゃないか。一時の母の言うことではない。そうね、私たちももう子供じゃない、大人同士よ。だから感情的にならず知的な会話をしたいわね。知的な会話なら昔からいつも心がけているじゃないか。お前の嫌味は時に的を外している。昔から変わらない。昔からいつもですって。あらあら、その言葉をきれいに放送して何十年か前のこの部屋に届けてあげたいわね。ねえローザー。よせよ姉貴、ガキどもがいない間に本題に入ろうじゃねえか。それこそ知的な話よ。
去年の時点で余命3ヶ月だったんだ。ってことは、すでにマイナス9ヶ月ってことじゃねえか。いつお迎えが慌ててすっ飛んでくるかもわからねえ状態ってことだぜ。当主様は、今でも健在でおられます。このような不穏当な話を、日も明るいうちからなさろうとするなど、ルドルフさんの正気を疑わざるを得ません。だがな、夏日さん。こういうしょっぱい話は、いざことがあってからじゃ遅いんや。今が元気だからこそ、余裕あるうちにしとくもんなんやで。これも財産のエチケットみたいなもんや。諸君の関心は親父殿のようじゃないか。南條先生、あなたから説明してくださいませんか。彼らもそれをお望みらしい。南條先生、お父様の具合はどんな感じなんですか？まずはじめに、私が去年申し上げました余命3ヶ月という言葉が一人歩きをしているようですので、その訂正からいたします。言われずともわかるわ。余命というのはあくまでも見込みであって約束ではないとおっしゃられるのよね。さようです。ですから皆さんからたびたびお尋ねを受けますが、いつ亡くなるのかということは決して断言できないことなのです。人の命は体と心に支えられております。体が弱れば危うくもなりますが、それを補う心の強さがあれば小康状態を維持することもあるのです。体はともかく、お心はまだしっかりしていて息健康でいらっしゃれるということですね。キリエ、すまんがしばらく黙っててくれ。ごめんなさい。さようです。金蔵さんの体はすっかり病魔に蝕まれております。ましてやあのような強いお酒をたしなまれ続けては、とてもとても。崖っぷちなのも酒のせい、ながらえてるのも酒のせいか。酒豪の親父らしいね。それで先生、もちろん見込みで結構なんですけども、お父様、来年の今日まではさすがにどうかしら。当主様に対してあまりに無礼な質問です。ああ、夏日さん、カニーナ、エヴァ、お前も少し言葉を選ばんか。ごめんなさい。お父様の容態が気になって仕方なかったもので。そうですか。それは気づきませんでした。南條先生、聞かせてやってください。父親の寿命を気遣う娘の麗しい家族愛じゃないですか。来年までお元気かという質問ですが、医者の私としてはとても難しい。この小康状態がまだしばらくは続くようにも思いますし、何らかの発作が来ればその時にはどうしようもないかもしれません。何しろ六軒島は孤島です。すぐに救急車が飛んでこれるわけではありません。本来ならば本土の叱るべき大病院に入院していただきたいところなのですが。親父殿は高尚な研究を中断されたくないと仰せだ。去年無理に連れ出そうとしたのが仇になったらしい。外へ出れば病院に閉じ込められてしまうのではないかとひどくお疑いになられていてな。すっかりこのざまなのだよ。南條先生の診察は受けておられるの？親父殿は南條先生には心を許しておられる。機嫌が良ければ診察も受けられるようだがね。容態を見はするが、薬を進めようとも入院を進めようとも聞き入れてくれ。本当に見るだけですがな。お医者嫌いの方もおるもんや。しかし困ったもんだのう。
まりおさらいすると相変わらず余命は3ヶ月瀕死のまま、あとどれだけ長らえるか見当もつかねえってことだ。ルドルフさん、言葉を少し慎まれてはいかがですか。ああすまんね、昔からこういう口の聞き方なんだ、勘弁してくれ。南條先生のご意見は分かりました。クラウス兄さんから見てどうなの。実を言うと南條先生とは異なる意見だね。とても余命3ヶ月の重病人とは思えないというのが本心だ。怒鳴り声は相変わらず健在で、いつぶん殴られるかとヒヤヒヤしっぱなしだよ。長男にだけ親父の世話を押し付けるのは実にフェアではないね。来世では俺より後に生まれろよ。さて話を戻そうぜ。そんなわけで公正中立なお医者の先生の見解じゃ、いつお隠れになっちまってもおかしくない状態だ。兄貴には悪いが、ここは専門家の意見を採用させてもらうぜ。となりゃ決して親父の財産を話し合うことは時期尚早ではないってことさ。お父様の個人資産はおそらく数百億にも届くでしょうね。でもそれは綺麗な現金で揃ってるわけじゃないわ。お誕生会のケーキみたいに綺麗にナイフが入ってカットできるほど単純じゃないでしょ。姉貴の例えは面白いな。そうさ、ケーキの上にはイチゴやらチョコの家やらが乗ってて、綺麗に等分するのが難しいことだってあるだろ。それを加味してどういう風にナイフを入れるのか先に相談しておくのは大切なことだと思うぜ。それを当主様が存命のうちからさも他界なされたかのように声高に議論される皆さんの気が知れません。あら、必要な話よ。だって遺産相続はその時点で直ちに行われなきゃならないものよ。ましてや栄光ある後宮家の財産は莫大。事前に入念な相談が必要なことはお分かりでしょうが、当家の資産はあなたのご実家とは大違いなんだから。失礼な、私の実家は関係ありません。予算買えば。夏日さん、堪忍な。口が悪いのは許したってな。これ以上はお邪魔なようですが、失礼させていただきましょう。つまりお前たちの言い分はこうかね。親父殿の余命は短い、遺産分配について早急かつ具体的な協議に入りたい。何を焦っているのかね。確かにお前たちの言う通り、後宮家の財産を算定し分配するのは簡単なことではないだろう。なればじっくりと算定すべきじゃないのかね。お前たちは今晩のうちにもケーキを切り分けたいと焦っているように見える。そうだろう、ローザ。何を焦ることがあるのかね。焦ってるわけじゃない。でも兄弟の間での取り決めは必要。それはいつでもいいことだけれども、お父様の具合が悪くなっていて、その日が近づいているというなら先に話だけしておいても、それは請求とは言わないと思うし。ほう、それはお前の本心かね。兄弟で一番素直で綺麗な心を持っていたお前がそんなことを言い出すとは思えんね。そこの二人に吹き込まれたんじゃないのかね。よせよ兄貴、ローザだって兄弟だぜ。親父の遺産に公平な権利がある。
関心を持つのは当然じゃねえか。親父だっていつかは必ず死ぬし、それは遠い未来の話でもない。むしろ兄貴が悠長すぎるくらいさ。まるで遺産分配から話をそらしたくて仕方がないように見えるぜ。それはどういう意味ですか？主人にやましいところがあるとおっしゃいたいのですか？まあ、夏日さん、話は聞いておくなあれ。兄さん、今は大変強気だそうじゃない？そうよね。去年以降、空前の好景気で円は上がる一方、ドルが100円に至るのだって夢物語じゃなさそうよ。それに、与党は来年頃に、保養地整備法を成立させようって言うじゃない。今や日本中のリゾート開発会社がどれだけ軍資金を集められるかって奔走してるところよ。詳しいじゃないか。これから日本には空前の好景気が訪れる。親父殿が後宮家を再興した時と同じくらいの大規模な需要拡大の時代がね。日本国民は死に物狂いで働き、高度経済成長を実現して世界で一番豊かな国民となり、我が世の春を謳歌するようになった。国民の消費は増大し、それを回収できる施設があぶく銭を手にする時代になったのだよ。今や国民のニーズは三種の電化製品ではない。スキー場、ゴルフ場、総合プール、リゾートホテルにテーマパーク。数年前に開業したデルゼニーランドには行ったかね。素晴らしい遊園地じゃないか。あそこでは大人も童心に帰り、家族で楽しむことができるんだ。かつて家族を顧みずに滅私奉公することだけが美徳だった時代はもはや終わろうとしている。我々は世界で一番豊かな国民として、ようやくそれを享受できるようになったのだよ。クラウス兄さんの読みは大したもんや。わしも数年前に聞いた時はそんなアホなと思ったわ。でもな、G5 のプラザ合意聞いてから変わったんや。円はみるみる強くなり、地価はこれから天井知らずに上がるやろ。日本が世界経済の中心になる日も遠くはない。兄さんは時代を見る目のあるお人や。それだけは間違いないで。秀吉兄さんに同じだ。兄貴は10年越しで時代を読めてるよ。その嗅覚は親父譲りだろうな。大したもんだぜ。だが親父と違って、ちょいと見通しのタイミングを読み違っちまったところはあるよね。兄さんは必ず日本が好景気を迎えると信じて、あちこちにリゾート計画を起こし、そのほとんどで失敗し続けたわ。兄さんの読み通りの時代は確かに訪れつつあるけど、その時期を読むことには失敗したわね。早すぎたのよ。そして焦って生産して、結局は傷口を広げたわ。本当に嗅覚が当てになって好景気が訪れることを読めていたなら生産するわけない。これって、兄さんが自分で自分の才能を信じてない証拠じゃないの？失礼な、主人を侮辱するつもりですか？よさないか、夏日。昔からこういう言い方しかできないやつだ。少し落ち着きなさい。また頭痛に触る。兄さんに才能がない証拠は、私たちのすぐ近くにもあるわよ。だって兄さん、この島をリゾート化するって張り切ってたじゃない。素敵なリゾートホテルも建てて、庭園も綺麗に整備して。私は素人だから分かりかねるけど、相当のお金を使ったんでしょう。だから何だというのですか。主人の事業はあなたとは関係ありません。いや、そいつは違うぜ、夏日さん。六軒島は兄貴のものじゃない、親父のものだ。もちろん建てたホテルは兄貴のものだぜ。なんなら俺たちは今夜の宿泊料を払ってやってもいいさな、ローザ。それはまあ持ち合わせで足りるなら。リゾート化できればこの島の資産価値は上がる。支出がかさんだことは事実だが、未来に大きな収穫を期待できる。そうなれば結果的にお前たちにとっても有益なはずじゃないか。それはわかるわよ。
この島の価値が上がればそれを遺産分配するときの私たちの取り分も増えるもの。もちろん島や屋敷を4分の1ずつ切り取れとは言わないわ。それを算定したお金で解決してくれればいいだけの話よ。そこまで分かっているなら私の事業に何の不満があるんだね。不満じゃねえさ、不安なのさ。第一兄貴、あのホテルいつになったら開業するんだ。このままじゃ俺たちの手垢だらけになっちまうぜ。そうよ、大切な商売道具でしょ。確かに開業するまでずっと鍵をかけておくわけにもいかないわよね。少しは使って風通しを良くしないと建物は傷んじゃうもの。でも私たちが年に一度泊まるだけのゲストハウスって言うんじゃちょっと豪勢すぎやしないかしら。ねえローザ。そうね、あんなに素敵ならオープンしたらさぞや人気が出るでしょうね。ああ、あなたが前に言ってたホテルってゲストハウスのことだったのね。立派なもんだろ。ローザの言う通り、オープンできたら人気が出るだろうよ。兄さんのいつもの事業と同じよ。着目や企画はご立派。そしていつも途中で立ち行かなくなって何も回収できずに終わる。この島をただ住むだけにしか使わないのはもったいないって兄貴の着眼は立派さ。そしてリゾート化してマリンスポーツやらフィッシングやらハネムーンやらを誘致して盛り上げようってのはなかなかいい絵だったと思うぜ。俺だって長男だったならこの島を何かに有効利用できないかと頭をひねったに違いないさ。でももう出来上がってから2年も経つのよ。2年経って未だに開業の目処はつかないの？任せてる管理会社はどこ？失敬な。それは主人の手落ちではありません。主人の仕事を受けよう会社間でトラブルが生じているだけで、うちはあくまでも被害者です。しかしな、クラウス兄さんが任せてる例のとこあまりええ噂は聞かんで。はっきり言ってあげなさいよ。不払い横領トラブルで計画が空中分解しちゃったって話、私たちの耳に届かないとでも思ってる？裏も取れてるんだから。何の裏だか存じませんが事実無根です。観光業への新規参入には方々への根回しが必要になります。相手が信用に足りるかを測ることも大事です。それに手間取っているだけに過ぎません。ホテルの完成が早すぎて勇み足になったことは認めよう。だが維持費がかかってるわけじゃない。やがて大きな意味を持つ布石だ。嘘つけよ。生産したくても売れないだけだろ。観光ルートの確立してない何もない離島にやたら豪華なホテルなんて買い手がつくわけもねえさ。それに事業に集めた融資はどうなってんだよ。維持費はかからんでも回線借金は膨らむ一方や。すまんがクラウス兄さん、この島の開発計画の話ちょいと調べさせてもろたんや。正直こっちもええ話は聞かへんのや。秀吉さん、確かに今の財政状況だけを見たらそういう印象を持たれるかもしれない。だがこれは先行投資なのだよ。その読みを誤り、これまでに多くの負債を生んでしまったことは認めざるを得ない。だがようやく時代が私に追いついた。これまでに失った分はすぐに取り戻せる。いや、それどころかこれまでの投資だってやがては私の元に戻ってくる。そう、例えるなら放った稚魚が鮭となり肥えて帰ってくるようにね。それは認めるで。これからリゾート業界は空前の好景気を迎えるやろ。これまでの負債を埋められるほどかはわからんが。だがな、クラウス兄さん、これまで散々負け続けた兄さんがどこから軍資金を調達したって言うんや。それも半端ない軍資金や。あれだけの穴を埋められる軍資金やで。秀吉さんは
何をおっしゃいたいのですか。ああ、夏希さん。ほんま怒らんといてえな。わしらも調べたんや。これまで負け戦続きのクラウス兄さんに、最近の強気な莫大投資を支えられるほどの融資を、誰ができたんか、調べたんや。結果、いねえんだよ。そんな後ろ盾は。弱り目と逆に張るのが、マネールーレットの鉄則だ。兄貴はこの界隈じゃ、ちょいと知られた弱り目さ。確かに時代は好景気を迎えようとしているが、これまでの兄貴の失敗等を天秤にかけて、その上で、融資に値すると思う連中がいるのかって言ったら、誰もいなかったのさ。ならねえ、そのお金を、どこから調達したのってことになるのよ。ほう、興味深い話じゃないか。それで？あなた、このような暴言を、いつまで放置されるつもりですか？座れよ、夏日さん。単刀直入に言おう。兄貴は、親父の個人資産を自分の事業に流用してる。これはほぼ間違いねえ。これが俺たちの誤解だってんなら、どうかぜひそれを解いてもらいたいもんさ。ルドルフ、流用なんてもんじゃないわよ。これは横領よ。刑事告発できる立派な犯罪なんだから。無礼極まりない。仮にも後宮本家跡継ぎの後宮クラウスに向かって、信じられない暴言です。暴言じゃないわよ。図星でしょ。なんとか事業を成功させて、これまでの損失を埋めたいんだけど、その穴は広がっていく一方。博打の穴を、さらに大きく張った博打で埋めたいだけよ。その軍資金がすぐ近くにあったなら、手をつけるのは道理。はっきり言うわ。兄さんがしているのは横領よ。お父様に対する裏切りよ。しかるべき決着がついた後には、司法に委ねることになるでしょうね。そんな輩に後宮本家跡継ぎを名乗らせると思い？言うにこと書いて。当主様への裏切りとは聞き捨てがたい。この栄光ある後宮家の指揮をまたぐ資格は、もはやあなたにはありません。即刻ここを出て行きなさい。さあ、ほら。ねえ、夏日姉さん、誰に向かってそんな口をお聞きなの？無礼極まりない主人の妹に対してです。これ以上は私も本家の台所を預かる者として聞き捨てなりません。台所を預かる？黙るがいい！この名ばかり女房が！バカバカしい！お前が下がりなさい！この後宮エヴァに、当主様の左肩を許されている後宮家序列第三位のこのエヴァに下がれと？身の程を知りなさい。そしてお前のそのみすぼらしい姿を鏡に映してみるがいい。お前の服のどこに翼が、どこに片翼のわしが許されているのか。貴様など後ろ宮家の跡継ぎを残すためだけの存在じゃないの。身の程をわきまえるがいい、このゲス女が。
なーに？何か言い返したいなら、どうぞ言い返しなさいよ。ほーら。夏日、席を外しなさい。頭を冷やすといい。あなたは、さっきから何を言われているのか分かってるんですか？この人たちは言うにこと書いて、あなたのことを。お父様への裏切り者呼ばわりしているんです。私たちが後宮家の栄光を守り、お父様からそれを受け継ぐため日々高潔であろうとする全ての努力をないがしろにして踏みにじる、なんという聞きがたい暴言。あなたもあなたです。どうして言い返さないんですか？あなたが言い返さないから私が言い返しているのに、さっきからあなたは私に任せっきりで、その私に頭を冷やして来いなんて言うんですか？いつも私ばかり。私はいつも真剣にこの家のことを考えているのに、それはあなたは。妻が失礼した。昔から感情を抑えるのが下手でね。私も苦労している。あんなのに切り盛りされてたんじゃ、兄さんも気苦労が絶えないわね。奥様。何でもあります。下がりなさい。おいたわしや奥様。奥様とエヴァ様は犬猿の中、このお二人の関係を説明するのは、女の私にはとてもしんどくございます。後宮家は血を特に重んじられますが、嫁いで家を出れば本来は序列から除籍されます。ですからエヴァ様も本来は秀吉様とのご成婚の際に除籍されるはずだったのです。ところがこれは誰のせいでもありません。ましてや奥様のせいであろうはずもありません。神様の気まぐれとしか言いようがありません。クラウス様と夏日様にはなかなか子宝が授からなかったのです。何しろ男尊女卑の後宮家でございます。妻は後継ぎを残すための道具、その妻が唯一の役割を果たせないのならもはや人間扱いなどされません。当時の奥様が親方様からどれほど責め苛まれていたか思い出すのも苦しゅうございます。そんな中、エヴァ様に秀吉様とのご結婚の話が持ち上がりました。エヴァ様は狡猾でした。奥様がいつまでも身ごもられないことにつけ入って親方様に取り入ったのです。入り婿を取って自分が後継ぎを産むと吹き込み、ご自分の席を後宮家にとどまらせるよう認めさせたのでございます。後宮家に嫁ぎ、戸様扱いの奥様と入り婿を取る形で血族として残ったエヴァ様は、後宮家の序列の中では雲泥の差。しかもエヴァ様は先にそれも男児をご出産されております。どれほど奥様の立場がエヴァ様の前で弱いものであったか、
お察しいただけますでしょうか。奥様にとってはもし自分がすぐに解任することができればエヴァ様の入り婿など親方様に認めさせずに済み今日のエヴァ様の増長を許さずに済んだだろうという悔しい気持ちがあるに違いありません。しかしそれは奥様のせいであろうはずもない。すべては気まぐれな神様とジェシカさんをお届けすることが遅れたコウノトリのせいなのでございます。だからといって奥様にはそうと割り切れるはずもない。ただただ妻としての責務を全うできなかったことに女として悔し涙をこぼすしかできないでしょう。はあ、おいたわしや。私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。